Sorry. Pourquoi? Comme est-ce que nous sommes ici? Mais j'ai pas l'air. マルちゃんの前でしょう。そうそう、チキンです。行ってみようか。まずはな、マルちゃんがね。 味ばっかり。 ソースをかけるんでしょ。ウスターソース。もうすぐね、すごく美味しくなるんです。それにラーメンが塩コショウ。チキンライス大好きなんだよな。 先週の金曜日はな、舌がね、よく動かなくなって、舌に違和感があるんですよ。なんか醤油があるなって感じの。それで痛みもあるしね、これやばいかなと思って、様子見てたんですけど、今日になってもなってなかったから、ちょっと病院行きたいですね。 主治医の日じゃなくて、別の先生が出たんですけども、まあ、漢方を見て、まあ、一緒に1週間ほど、骨の薬を様子見ましょう。その時に、入院や手術の苦情を考えましょうって言うんですね。大丈夫かなと思って、僕が最初に、癌をやった時は12月なんです。ちょうど今頃なんですよね。そしたらもう手術室がいっぱいで、手術できないんですよ。
やっぱウスターソースでうまいわ。そうなんですけども、まだやっぱり下に行く溶岩がありますね。下にもちょっとありますし、されませんわ。もう次は苦しく死んじゃうのないでしょうね、やっぱりね、誰でも。最近ね、僕が思うのは、好きな食べ物は好きな作品に食べようと、食べれる瞬間に食べれようってことなんですよね。死ぬ間際になって、あの時あれ食べてよかったなって思うのも嫌だしね。僕の大学の同級生に酒好きなやつがいて、もう飲んだら吐くまで飲むっていう、すんごい酒豪だったんですよ。朝日食堂でね。どうなったか今では分かりません。
ねんけど、こうやって暴食するのもだって後悔しないためだなぁと思ったりもするんですよね。卵は怪しいでうまい。もちろん、ウスターソースを。最近ね、夏は履けなかったズボンがスルスル入っていくんですよ。やりたいのかな、やっぱりな。こんなに食べてるね。昔はね、こうしてラーメンのスープとか残った汁物を一晩残しておいて次の日にご飯食べるっていうのとても好きでね、やってましたね。うまい。ほーあへー聞くわ。
まい。雲が流れちゃうよ。最近さ、ラーメンとかチャーシューとかもそうだけど、食べた後に一番食べたチャーシュー麺、チャーシュー麺の汁を飲んで、チャーシュー麺の口で終わりたかったとか、チャーハン食べたらチャーハンの口で終わりたかったとかありますけど、そんなの最後の漬けも食ったら一発でしょうね。下がないときに水が左側が下から奥に流しちゃうんですよ。で今日歯医者だったんですけども、歯医者で水をわーって流しながら傷つくと、もうゴクゴクゴク飲めたし、むせるんですよね。なかなか作業がかかとらなくてね、なんでこんな感じだろうな、体になんだろうなって思いましたけどもね。これは最初はね、あとは頑張って食べて飲んで遊んで暮らすのみです。それではおやすみなさい。